こんにちは、じゅんです。にーです。はい、なんか今日は今回ちょっと新しい感じですね。新しい感じちょっとね、ゆいちゃんのお家にお邪魔して、まあ、夜ご飯をいただきながらちょっとゴルフじゃない感じで撮っていきたいなと思います。まずはですね、ゆいちゃんが作ってくれたご飯をお写ししたいんですけど、すごいご飯作ってくれたんですよ。ありがとうございます。ほら見て、もう酒飲みだからね。すごい肉巻き美味しそう。めっちゃすごいよ。はあ、ちょっとビードいただいております。いただいております。はい、うんですね、まあ、1個目の動画はですね、まあゆいちゃん何者なんだみたいなやつ。めっちゃ今更なんだけど、私もやったしゆっこもやったの。ゆっこはそう、なんかあの学生時代毒もやってたとか、アイドルやってたみたいな話。そうなの。アイドルやってたん。そうみたいな話を、まあ、してもらったんだけど、まあ、ゆいちゃんもね、まあ、結構まあ質問なんだ、もらあれだね、インスタグラムで質問もらってるのと合わせて、まあ、ゆいちゃんがいつから、まあ、ゴルフやってて、まあ、どういう感じで今に至るかみたいなっていうのを、まあ、ちょっと聞いていきたいなと思います。ということでよろしくお願いします。お願いします。はい、いつもと違う感じやからめっちゃ変な感じ。変な感じするよね。改まっちゃってね、なんか普段よく飲んでるのに。確かに。ちんちゃんと会うとき大体みやさんだもんね。そうね。結構飲んでますからね、私たちね。ゆいちゃんは何歳からゴルフやってるんですか。私8歳からかな。8歳って小学校3年生とかかな。3年生か。3年、うん、それぐらいだった気がする。なるほどね。でその時は結構なんつうの、プロゴルファーになろうみたいな、うん、勢いで、うん、もうバチバチにやってたんだ、うん、その時も毎日バチバチにやってた。毎日そう、もう、うん、ちょうど、うん、宮里藍選手が、うんうんうん、もう優勝して、うん、プロ宣言して、うんうん、もう私も愛ちゃんみたいになりたいみたいな感じで、うん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 、ゴルフやってた。からもう、うんね、自分はプロになるんだと思ってたんだけど、うん、だ小学校の卒業文集も、うん、確 か, なんか10年後への自分みたいな、うん、10年後だって将来の自分へみたいな、あるね、あるね、あるね。女子プロゴルファーになってますかって書いてあった気がする。なってないけど。すごい、そうなんだね。書いた気がする、書いた気がするって書いてあるね。そうなんだ、うん、そうそうそう。いつまでそのプロになろうと思ってでもやってたの。高校。あ、高校なんだ。高校に入るともう上手な子と上手じゃない子の差がすごい、うん、プロになる子は高校からやっぱビビるぐらいうまいというかすごい上手だから、うんうんうん、もう勝てないよねみたいな。へえ、今学生ですら勝てないってことは、うん、プロ入ったら多分もう勝てないんだろうな、みたいな。なるほど。それはやっぱなんか高校では感じるの、うん、その同級生とか、うん、まあ、先輩とかもそうだけど全然違うみたいな、うん、ゆいちゃんでも、うん、その時もう終わったって感じだったの。もう終わったっていうか厳しいなみたいな。全国行ってもう、うん、あ、これダメだね、多分プロになっても勝てないんだろうなっていう。高校は、うん、そういうなんかゴルフ部の何大会とかがあるの、うんうんうん、あるあるある。基本はみんな高校の名前で出るから、うん、私の学校もゴルフ部あったし、うん、あ、なんていうの、サッカーとかって少年クラブとかあるやん、うんうん、あるあるある。そういう感じではない。あ、もう本当にどこどこの学校の誰々みたいな、うん、だ団体戦も基本は学校から出るし。なるほどね。野球みたいな感じか。うん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 。中高はゴルフ部に入ってたんだ。入ってました。うーん、卒業アルバムゴルフ部で持ってる。マジ、すごいね。でももう高校で、まあ、一旦やめようと思ったってこと。そう、もうやめた。一切
切やめた。だから大学は本当にゴルフ全くしてないし、うん、そう、多分ラウンドもしてないかな。4年ぐらい全くやらなかったゴルフ自体。もう嫌になっちゃったとかもある。ある。だってゴルフの試合出る時って髪の毛ももちろん染めちゃダメだし、エクステもダメだし、ネイルもダメだし、やっぱ高校ぐらいの思春期にとってはもうそれめっちゃ嫌で、髪の毛染めたい、遊びたい、うんうん、もう部活なんてやめて女子をしたいと。そう、もう大学はだからもうパンって弾けて、金髪とかにされて、そうそう、もう絶対やっちゃダメなやつばっかりやってた。あ、まあ、あるよねそういうのはね、うん、相当。逆にスノーボードと、うん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 、ライディングとか、あ、まあ大学生あるあるな。あ、そう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 、スポーツというか遊びというか。あ、そうなんだ、うん、でいつからそういうなんていうのゴルフ、でもゴルフ、うん、大学卒業したらゴルフはしたもん。まあなんか着物のやつもやってたけど、うん、大学卒業したら、うん、やっぱ十何年ずっとゴルフやってたから、うんうん、ゴルフ 4,5 年やってなくても できる。あ、そうね、そうね、うんうん、だから、まあ、なんかゴルフやってたんだってねって言って誘われることが多々あって、うんうん、で23ぐらいで東京に出てきたんだけど、うん、なんかティーチングっていう仕事自体でご飯を食べていく人がすごいいっぱいいてびっくりして、まず東京にね、そう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 、なんかもちろん関西にもめっちゃいっぱいいるけど、うんうんうん、あんまりなんか自分がそういう人になるっていうイメージがあんまりわからなかったんだけど、でまあもともとジュニアのレッスンにはずっと興味があったのもあって、あ、言ってたね、うんうんうん、とりあえず資格取りに行こうってなって資格を取りに行って、うんうん、みたいな、うんうん、そうなんだ。じゃあまあゴルフ誘われることがきっかけで、そうそうそう、なんか教えてよとかもそんなのもあってって感じとか、うん、まあなんかやっぱ学生でゴルフやってましたって言うと、うん、あ、上手なんだね、ちょっと教えてよみたいな、ある、ね、とか言われることも多くなって、うんうん、でも、うん、ティーチングの基礎は学んでないから、ね、じゃあちょっと習いに行こうとか基礎を勉強しに行こうみたいなのもあって、うんうんうん、資格を、そうそう、すごいね。でも今ゆうちゃん会社やってるじゃないですか。うん、ティーチングの会社に、ね、会社やってるじゃないですか、うん、そのなんかこう会社にしようみたいに思ったきっかけとかってある？やっぱフリーランスでやるにしても、うん、年齢が若かったから、うんうん、23とか24だから、うん、その会社じゃないと、うん、相手にしてもらえない感がすごい。なるほどね、そうね、そうね。だから名刺があって、うん、会社名があって、うん、自分の名前があってっていう感じじゃないと、うん、なんか23、4の女の子が、うんうんうん、ティーチングやってますとかいやもうなんだそれってなるんだろうなみたいな。なるほどね、なるほどね、まあなんとなく言いたいことは分かるかもしれないけど、だからもう資格取って会社立てて、うんうんうん、っていう。なるほど、ビジネスマンですね。いやでもね、就職とかあんまりできないだろうなって思って。ああ、全然考えなかったんだ。全く考えなかった。あんまりなんか誰かと一緒に誰かの元で働くっていうのが多分苦手なんだろうな、うんうんうん、みたいな感じ。あ、てかゴルフってこう、うん、教え方って人それぞれだから、うん、完全に自分と合う人ってなかなかいないと思うし。そうだね、うん、なんか今いろいろこう何々理論みたいなのが、うん、多いよね、あると思うけど、うん、なんかそこに私がパカッとハマってれば、うん、そこの人のところで働いたりとかあったかもしれないけど、うん、あんまりそういうのもなかったし、パッとしない感じはするよね。ごめんなさい、なんかすごいでこういっぱい出てくるからうんうん、うん、次から次へと、ね、まあ、流行もあるし、うん、スイングの、そうだね、あんまりちょっとそういう、うん、ね、誰か共感できる人がいたらもしかしたらその人と一緒にやってたかもしれないけど、特にそういう人がいなかったし、うんうんうん、まあ、だったら自分で会社立てた方が早いんだろうなみたいな。へえ、すごいよね。え、何歳で会社にしたの？23。はい、23？ そうだね、早いね。個人事業主で建てて、うん、その翌年に法人を建てたから、法人で建てたの24かな。そ
そうだよね。あれゆいちゃんと私が会ったのってそんぐらいの時だっけ。23歳だと思う。そうだよね、うん、でちょうど私もなんか辞めるか辞めないかみたいな話して、会社にするのかしないのかで、私もなんかするのかしないのかみたいな話してたよね。そうしてた。あ、してたよね。で私だってあの時ちょうど純ちゃんと初めて会った時ぐらいに東京でマンション借りて、うんうんうん、みたいなことを。そうだ。で私も個人事業主だったけど会社にするみたいな、うん、でゆいちゃんもなんかやっぱそうだよねみたいな、うん、なんかそのような話したね。した気がする。した気がするよね。すごい前だね。すごい前。4年5年4年5年ぐらい前の話か。へえ。でもなんかもっと昔みたいな感じしない？する。なんかえまだ4年かみたいな感じしない？ね、するよね。もっと長い感じするけどな。ね、もうはるか昔みたいなさ、うん、5年以上前の話に感じる、うん、確かに。そっか、そう考えるとなんかゆいちゃんだったの23か。大人になったね。いや大人になった。いや変わってないんだけど。もう30近いから。でもいやなんかでも変わってないじゃん。だけどなんか変わったなって感じはするよね、うん、あんまりなんか ゆっことじゅんちゃんと初めて会った日が全く一緒だったから、うん、あの日だもんね。そうそうそう、うんうんうん、もうみんな変わらないね。変わらないよね。いやなんかでもゴルフってそう考えるとこうやってずっとこう、まあ、一生もののスポーツだと思ってるから、ね、うん、もうなんか、まあ、お医者さんからやっちゃダメって言われない限りは、そう、ね、まあ、おじいちゃんおばあちゃんになっても基本はできる。うん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 、そうだね。それってすごいよね。すごい。ちっちゃい子からそう、ね、まあ、老人まで全く同じルールで、うん、全く同じ種目って、うんうんうん、スポーツの中でも少ない、ね、ね、サッカー選手ってだってできないじゃん。できないね。老人と。そうね、できないね。走れないくなっちゃうしね。ゴルフってそれこそ12歳とか13歳の子と、うん、社会人とか、うん、まあ、40、50代の人とかもそうだし、うんうんうん、全然一緒にやるじゃん、みんな。できるよね。幅広いもんね。それがすごいなと思う。確かに。ワイン開ける？ワイン開けようかなんだ。なんか、一缶飲んだらさ、いけるってなったよね。白を先に開ける。白にしようか。なんか、それまでさ、ちょっと飲む気分じゃありませんとか言ったらさっき言ったけど。全然嘘。いやもうほんとね、じゅんちゃんと私はね、まだそういうところがあるみたい。確かにね。今日なんか、飲めないかも、これ。うん。3時間もペロペロ。確かに。危険だよね。ということで、白ワインでいただきたいと思います。ありがとうございます。ゆいちゃんもさ、私もさ、うん、ワインだね。ワイン、そうね、ワイン、シャンパン、ワイン飲んじゃうからね。シャンパンすごいね。すごいですよ。いただきます。こういう感じでも久々に撮るかもしれない。うん、うん、あんま冷えてないの。あ、でもいいかも、これぐらいが。うん、美味しい。今日行ったワイン屋さん一押しワイン。さすがです。じゃあここからはあの DM、 あ、でも長いよね、もうちょ 2,3 個ぐらい読む。ゆうちゃんが以前インスタグラムで、うん、あの質問募集してしたね。はい、3人でゴルフした帰りに車の中で結構読んでたんですけど、うん、まあ、それでも答えきれなかった質問とかがあるので、まあ、それをねちょっとちょろちょろっと読んでいきたいなと思います。なんかスイングイメージはとか、うん、スイングで一番気にしていることはとかめっちゃ多かった。うーん、何を気にしてるんですか、スイングで。リズム。ああ言ってたね。リズム感。リズム感ね。あれこれ答えたっけ。ちょっと答え出すと答えてないやつ。あ、そうか、分かんないよね。分かんないけど、とりあえず上から読んでいく。そうね、あとなんかどっちかっていうとなんかゆいちゃんに対する質問がいいな。私に対する、ね、そうそうそう。技術は、まあ、レッスンとかまた別で取ればいいんだけど、うんうん、パーソナル系の美人とかさ、そういうそういうの、そういうの、美人とかそういうコメント入ってますけどね。ゆいちゃん可愛いです。
いやありがとうございます。 YouTube で知りました。好きです。あ、これめっちゃ多い。リンゴル、本当リンゴルから来ましたみたいな。へえ。リンゴル見てますとか。おー DM ありがとうございます。あ、でもゆいちゃん本当に人気ですから。本当にラウンドで男子来てほしい。ゴルフファッション教えてください。男子に来てほしい、まあ、個人的に好きなのはやっぱ何なんだよ、あるデサントとかも好きだけど、あのこの前私ヘッドカバー使ってるって言うと TFW とかもそうだし、なんかシンプルめな服を着てる人が好き。うん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 、そうですね、うん、いいですよね。私もあんまり柄物着ないから、うん、いいよねっていうのが好き、うん、うんうんうん、シンプルめなウェアです。ゆいちゃんのが好きなのそうだからそういういい感じの服着てる人見るいるとめっちゃ見る、うん、ゴルフ場とかでもどこのメーカーだろうみたいな。うん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 、なるほどね。彼氏いるんですか、彼氏いるんですか続いてますけど結婚してますか。もあるね。結婚はしてないですね。あ、結婚はしてないです。結婚は指輪はまあまあしてる時あったっけな、まあ、いつしてたんだろうね。もゴルフ中もしてるよね。ゴルフ中は右手にしかしない。右手だよね。そう、左手にすると痛い。痛い。ただ右手にする。右手にしてるよね。ティファニーなんですよ。そう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 、ね、あれだから左手にするときは中指とかにするけど、こっちだと薬指にしか入らないから薬指にしてるけど。右手よね、うん、結婚してないです。結婚はしてないですね。独身です。独身です結構あのインスタグラムのコメントも旦那さんと行ったんですかみたいなのがあるって言ってたけど、ね、なんか指輪してるけどぶしつけですが彼氏はいますか、ね、私もなんかそういう感じのことしたい。なんかいるのとか、いるのとかやられたい。なんか匂わせ指輪、匂わせいるのとか言われたいよ。でも指輪は単純に可愛いからしてるのもあるし、うんうんうん、別に本当にマジであんまり意味はない、うんうん、あ、そんなもんだよね、うん、薬指にしてるから、うん、とかあんまり気にしたことないから。意外とさ、やっぱ右でいいんだけど入らないとかある。ない、まあ、そうだし、うん、なんかこれ男の人分かるか分かんないか分かんないけど、うん、マジで指もむくむんだよね。そうだね、分かるよね。だからほんとちょっと最悪なのが指をしたまま、うん、ベロベロに酔っ払って、うん、そのまま寝て、うん、起きてむくんでるから抜けないってもう終わったと思うね。そう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 、え、全然抜けないみたいな。めっちゃある。そうなんですよ。これはありますね。ほんと別に特に意味はない、うん、意味はないです、はい。じゃあゆいちゃんパーソナル、かわいい、なんかな。あ、見て、 TFW ヘッドカバーがおしゃれだったので私はイエローを買いました。あ、いいですね、イエロ ー、 イエーイ。そう、あそこいいよね、あの蛍光でね、かわいいよね。なんか差し色、上は差し色で蛍光が入ってるから、うん、それもやっぱ遠目から見ると、うんうん、めっちゃおしゃれなんだよ、うん、うん、なんだよね。シンプルなんだけど、そうだから全部蛍光だと、うん、えってなるけど、うん、本当にちょろっと入ってるぐらいとか、うんうん、めっちゃ可愛い。何これ、うーん、なんでそんなに可愛いのクラブは PXG ですね。 PXG から今買える予定はないんですか。うーん、まだなんかいろいろメーカー打ってはいるけど、うん、なんかそれこそこれみんな思ってると思うけど、これ買ったら30ヤード伸びるって言うんだったら買う。そんなクラブないけど。ないね。なんだかんだみんなさ、結構男性ってさ新しいクラブ買ってるじゃん。そう、あれやっぱ飛距離が一番だよね。そうだね。今時のクラブなんてヘッドなんてほとんど性能変わんないから、うんうんうん、変えるとしたらシャフト、うんうんうん、シャフトは変えたいと思ってる。あ、ヘッドは別にもう、うん、まあ多少の違いはあったにしても、うん、何でもいいやってなっちゃう。あ、フリーに巻いていただくといいかも。なるほどね。しなってきてる。間違えた。ちょっとしなってるかもしれない。何すごい。このこれなんだ。爆弾。あ、そうだ、爆弾、うん、大好きこれ。爆弾です。納豆に、うん、刺身にパスワンで、ね、めっちゃ美味しいね、これ。
このさ、何なんかあったこの質問が、この質問が多い。ゆいまーるは最近ちょいまーるっていうのが、なんなんちょいまーるってどういうことなんだろうと思って、最初友達が質問してきたのかなと思ったら、うん、違うんだよ、ね、あ、違うんだ。そうそうそう、なんなんだろう、ちょいまーる、ちょいまーるって何なんだろう。今流行ってる言葉なんかある聞いたことちょいまーる、なんだろう、ちょっと分かんない。もしこの動画見てるんだったら DM 送ってほしい。確かに、確かにちょいまーるの意味を教えてほしいよね。ちょいまーるの意味を教えてほしい、うん、ゆいちゃんさ、関東ではさ、まあなんかラウンドレッスンじゃないけど、そういう やってるじゃん、なんか限定何組、うん、2組2組かな、2組でさ、なんか月 1?、うん、月1やってる、2ヶ月に1回か、月に2回、1ヶ月に2日間、1ヶ月に2回 やったりとかしてるんですけど、関西とかではやんないんですか。まあ、関西結構ゴルフ熱熱いじゃないですか。関西でもやろうと思ってる、うん、大阪、兵庫、奈良あたりで、うんうんうん、なんなら2日間連続とかやればいいのよ試合みたいじゃんなんかでも実際、うん、関西でやるとしたら、うん、どこがいいんだろう。大阪か兵庫か、うん、兵庫が多分ゴルフ場一番多いから。そうだね、どこがいいんだろう。もリンゴロのコンペとかも、うん、リンゴロも兵庫とかでやったりしたから。やっぱ兵庫だよな、うん、私京都なんですけど、うん、出身が、うんうん、兵庫行くのに中国道を絶対通らないといけない、うん、中国道ってもう絶対絶対に渋滞するの。へー、渋滞するところがあるの。うん、まあ、あの何、うん、アクアライン、朝のアクアラインと一緒。朝のアクアラインって大体渋滞するじゃん。うん、夕方もそうだし。するね。でも事故とか起こっても最悪じゃん。そうね、最悪です。もう何時間止まるか分かんない、うんうん。っていうところが関西にもある。あ、そうなんだ。だから私は自分が京都にいるときゴルフ場選んでいいよって言われたら大体滋賀県を選ぶ。あー、滋賀も行ったかも。瀬田かな、瀬田ゴルフが有名、うん、かもしれない。うん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 、うん、そうだから関西でも滋賀だったら、うん、って今ちょっと悩んでる。どこがいい、何県にしようかなと思ってちょっと悩んでる、うんうんうん、みんな何県がいいんだろう逆に。あ、でもみんな来るんじゃない。ほんなまあ普通に大阪兵庫の人が多いんだったらもう、うんうん、兵庫でやった方がいいかなと思うし、うんうんうん、そうね、そうね、兵庫かな、でもやっぱり兵庫かな、ゴルフ場多いし、うん、いやいいじゃんね、遠征。そう、でもやる予定はしてますうん、やりたい、逆に。なるほどね。まあちょっとそれはもう結構あのゆいちゃんのインスタグラムで募集するよね、うん、するから、ちょっとゆいちゃんのインスタグラムのフォローをしてもらえれば、うん、し、逆になんか大阪がいいとか兵庫がいいとか奈良がいいって言われるた方がいいかも、うんうんうん、何県にしようか今めっちゃ悩んでる。悩んでますね。そうそうそう、オーディエンス、オーディエンスお願いします。はい、だから本当はね、福岡とかもねやりたいんだけど、本当に1日8人集まるんだったらやりたいなと思う、うん、集まるかな、うん、そうそうそう、うん、だからその参加ラウンドレッスン企画に参加してくれた人だけが来れるコンペとかやろうと思って、うんうん、あー、いいね、最後ね。そうそうそう、みんなでもうそこに参加してくれた人だけ集めて、うん、みんなで、うんうんうん、お、いい、楽しそう、それは。へー、そのレッスンはさ、どういう感じで教えてくれるの。その時は、うん、午前中、練習場とかアプローチ、うん、まあ、芝からアプローチ打ったりとかして、うん、午後9ホールで、私ともう一人、うん、プロがいて、うんうんうん、で2人で一緒にやるんだけど。そうなんだ。そうそうそう、へえ、面白そうだね。私はアプローチとか、うん、まあ、パターとか、うん、担当で、うん、もう一人の方があの飛距離アップとか、あ、こうそれで分けちゃう。なるほどね。みんな均等になるようには配分して、うんうん、そうそうそう、へえ、すごい。ちゃんとレッスンもしてくれた、ね、するする、もちろん、うんうん、この前初めてやった時に、うん、リンゴルを見て来てくれた人がすごい多くて、うん、へえ、すごいね。そうだから、じゅんちゃん元気ですかって言われて、あ、なんかそのラウンドレッスンの1日前か2日前ぐらいにじゅんちゃんと飲んでたから、うん、あ、なんか2日前ぐらいも飲みましたよとか話をしたりとかしてた。なんで私の元気かどうかの確認するのかなリンゴルからみんなこう来てくれてたからそう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 、元気ですさあ
まあまあ時間がいいところなので、うん、一旦このゆいちゃん紹介とご質問コーナーを一旦締めたいと思います。はい、はい、じゃあ皆さんご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント、ゆいちゃんへの質問もお待ちしております。バイバーイ。